皆さん、こんにちは。ミーサチャンネル、資格ハンター編です。開示代理士試験対策として、過去の口述試験問題と模範回答を読み上げますので、試験勉強にご活用ください。船舶安全法中に、開示代理士口述試験の模擬テストを行う。 船舶安全法に関して5問出題する。第1問船舶安全法施行規則第18条第2項第1号において、国際公開に従事する旅客船の第一種中間検査の時期は、一部の船舶を除き、検査基準日の3月前から、 検査基準日までの間と定められているが、ここで言う、検査基準日とは何か述べよ。 ここで、法とは、船舶安全法を言う。即とは、船舶安全法施行規則を言う。第一問は、即第十八条第二項からの出題。模範回答、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日。 第2問、船舶安全法でいう旅客船とは、どのような船舶か述べよ。 第2問は、法第8条からの出題。模範回答12人を超える旅客定員を有する船舶。第3問、航行区域の種類をすべて述べよ。 第3問は、法第9条、側第5条からの出題。模範解答、閉水区域。沿海区域。近海区域。遠洋区域。第4問、総トン数20トン以上の船舶について、 最初の定期検査に合格した場合に交付される2つの書類を述べよ。 第4問は、法第9条第1項、第10条の2からの出題、模範回答、船舶検査証書、船舶検査手帳。第5問、小型船舶の所有者は、船舶検査採票を紛失した場合、 船舶検査採票の再交付を受けることができるが、その際、艦会官長に提出する申請書は何か述べよ。 第5問は、即第42条第2項からの出題。模範回答、船舶検査証書等最高付申請書。以上で、今回のミーサチャンネルは終了です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。